はい、今回はショービットやってみたいと思います。ショービットは簡単なトリックです。そして意外と遊べちゃいます。前足で板をキャッチしたり片足で着地すると洒落た感じが出る技なんですね。今回はそのやり方をお伝えします。まずはスタンスです。前足はビスぐらいのところに浅く置くと最初はやりやすいです。後ろのテール側の足はつま先をはみ出すように置いてください。このね、デッキのカーブが始まるぐらいのところですね。慣れてくると板を見ないでスタンスを作れるようになります。だいたいこの辺。前足は板の回転を邪魔しないようにして、後ろ足だけで低く回す感じです。テールは地面につけません。180度回すのに必要な力を探ってみてください。早い方だと1日2日で走りながらやってもできるようになります。重心は常に板の中心に置いてください。慣れてきたら前足で板をキャッチしに行くと形が良くなります。はい、そろそろ前足だけで乗りに行ってみます。つま先を前に向けてキャッチするとやりやすいです。そのままプッシュにつなげられますのでとても楽しいです。というわけで今回はショービットのやり方と遊び方をご紹介させていただきました。基本的につなぎのトリックのようですけれども、オーリーで行き詰まった方の気分転換にもご利用いただけると思います。誰かのお役に立てれば嬉しいです。またお会いしましょう。古今亭慎吾でした。ごきげんよう。